2 1 0 5号車内伊予鉄道も、波2100系電車は、伊予鉄道に在籍する、軌道専用電車である。伊予鉄道は、初版の事情により、連接構造の超低小路面電車の導入が、できなかった。そこで導入されたのが、単車型超低小路面電車のモハ2100系である。アルナ工期及び、同社の事業を継承した、アルナ車両が開発した、 超低小路面電車のリトルダンサータイプ S で、ボギー構造の単車型車両である。全長は 12000mm、幅は 2230mm、時長は20トン、定員は47人である。単車の路面電車車両としては、世界初の超低商車である。松山市内線の交通バリアフリー法に基づくバリアフリー化と、 旧型車両の置き換えを目的に登場し、2002年3月19日に営業運転を開始した。台車間を広く取ることによりカーブ走行時に内側に偏るため、対向車やその他の構造物との空間確保や、終点での折り返し線の有効長などを緩和にし、12メートルという長さになった。このため低床で乗り降りしやすいという利点を持つ反面、 従来の5 0系、2 0 0 0系の定員80人に比べ、当社量は、その半分強に当たる47人と少ないために、多客時間帯には、積み残しが起こるという難点がある。2002年から2005年までは、毎年2両ずつ、2006年2007年に1両が、導入され、2011年現在、10両が、本庁線を中心とした、 機動線前線で使用されている。無線での更新を行う際、2100系電車は21を省略しした2桁で車番を表すようになっている。伊予鉄道で初めての VVVF インバータ制御車両となった。また、パンダグラフもシングルアーム式を初採用している。主電動機も伊予鉄道で初めて参照、誘導電動機を採用した。低により、 制御装置とは床下には配置されず、屋根状に配置されている。騒音防止のため、台車カバーを採用している。なお、2005年3月導入の4次車以降は、SIV の形状、コンプレッサーが、それまでの6両とは異なっている。2108号車のコンプレッサーは、初期骨障で、同じものに交換された。側窓は、UV カットガラスを使用しており、 カーテンが省略されている。車体外観は、伊予鉄道のイメージカラーであるオレンジとホワイトを配したデザインであり、インテリアは瀬戸内をイメージしたものとなっている。客室のドア間は床高 350mm の超低小構造として、乗降の利便性を図っている。これにより、車両床と電停との段差は50から 200mm 程度になった。 客室スペースの確保や全面展望を楽しむ乗客への配慮から両運転台の右後ろに床高 800mm の高床部がある。座席の一部を折りたたみ式として車椅子スペースとして使用できるようにしており、乗降口には車椅子用スロープを備えている。イオテツチャレンジプロジェクトの一環として標準塗装の変更が行われた。ありがとうございます。